はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はここロサンゼルスにいます。半年ぶりにロサンゼルスに帰ってきました。まあロサンゼルスに帰ってきたということは、こちらのねハーレーに乗ろうかなと思ってガレージから引っ張り出してきました。はい。で、ロスの全体的なね、Vlog はまた別の動画で出しているんですけども、まあそちらでも最初、このローライダーですね、1997年のローライダーの、まあバッテリー上がってるかなと思ったんですけども、意外と生きてて良かったです。なんか充電しなくても乗れそうで、今動いてます。で、ここからね、キャブからガソリンがめっちゃ滴っていたんですけども、まあ多分ね、何かが詰まっていたのか、ちょっと原因はよくわかんないんですけども、ガソリンが腐っていたのか、ちょっと詳しい原因はわかんないんですけども、今んとこガソリンの漏れはね、もうなくなって、問題なく乗れています。で、もう半年ぶりに、火をつけて、全然問題なく走れそうなので、少し軽くね、これから、ドライブに行こうかなと思っています。半年ぶりの、ロスでのね、バイクということなんで、安全運転で、行こうかなと思います。で、詳しいこのバイクのチェックは、別の動画で上げているので、よかったらね、そちらも見ていただければなと思います。自分の好きなこのエボのエンジンで、またね、ちょっとフラッと出かけてみようかなと思います。とりあえずエンジンをかけて出かけたいなと思います。はい。で、ここのレジストもシールが新しくなって、2024年の3月までこのバイクは乗っていいよってことなんで、まあ安全にね、問題なく乗れるかなと思います。まあこのダイナもだいぶよく走ってくれてるんで感謝しかないんですけども、まあ今回もね、問題なく走ってくれるといいなと思いながら、乗りたいなと思います。では出発します。国際免許も実はね、更新して新しいものに変わっているので、免許的にもね、もうバッチリ変わっている感じなんですけども、ちょっと空気圧のチェックまではね、してないんで、そこがちょっと気になるポイントなんですけども、まあ多分大丈夫かなとは思います。電圧もバッチリ 14V 以上出てるんで、多分大丈夫かなと思います。まあガソリンも以前、去年いたね、10月終わりとかに比べるとだいぶ安くなってるんで、良かったなと思います。もう5ドル切ってるんで、普通に。で、いつも使っているガススタがここなんで、ここでガソリンを入れようかなと思います。はい、ガソリンを入れます。プレミアムで5ドルちょっとなんで、全然安いっすね。いや、なんか、久々っすね、こうやってロサンゼルスでガソリン入れるのも。で、ロサンゼルスのこのガソリンは、ここにセンサーがあって、これで引っかかってるんで、ギリギリまで入れたいときは、このセンサーを引っ張りながら、手で入れるのがアメリカのやり方っすね。1.7 ガロン入って、9ドル。です。まあ、1.7 ガロン、1ガロンが 3.6 度かだったんで、まあね、日本よりはもちろん高いんですけど、まあ、それでもだいぶ良心的な価格になったなとは、すごい思いますね。はい、そんな感じでちょっと、ガソリンも入れ終わったので、ドライブしようかなと思います。ここから大体24分ぐらいなんで、まあ、そんな遠くないんですよね。いや、でもだいぶ調子良くて良かったですね、このバイク。ロサンゼルスでね、このバイクが唯一の足なんで、このバイクないともう買い物も行けないし、どこにも出かけられないんで困っちゃうパターンなんで、ほんとバッテリーも生きててラッキーかなと思います。で、今4月なんですけども、ロサンゼルス今年はすごい寒いみたいで、ジャケット1枚羽織って、運転してます。そうじゃないとちょっと
寒すぎてやばいなって感じなんで、まあでも空気はね乾燥してるんで、やっぱそこはロサンゼルスらしいなって思うんですけども、うん、吹き上がりもいいっすね。まあ今回は2週間だけの滞在なんで、そんなにオイルを交換したりとかプラグを変えたりとかはしないで、まあこのまま乗っていこうかなと思います。まあもう少しね長期でいる場合はもろもろチェックした方がいいかなと思うんですけども、まあ今のところ問題ないですし、このままでいいかなと思います。一応ジェイズさんの方には明日かな伺ってちょっとご挨拶はしようかなとは思ってます。いやー、いつも思いますけど、ロサンゼルスでバイクで走るのは本当にね気持ちいいっすね。道も広いし景色もいいし、で車もまあ走ってますけど、そんななんかごちゃごちゃめっちゃ渋滞してるっていうわけでもないんで快適です。ちょっと山の方入るまでスキップしたいなと思います。久々に本当このダイナ乗ってますけど、まあ調子良くて本当良かったなって思います。まあ去年ねルート66をシカゴから、ロサンゼルスまで走ったんですけども、その時乗った思い出がねこうパッと蘇ってきますね。めっちゃね乗りやすいんですよねこのバイク。なんかハンドルとかライザーも特に変えてないですし、シートもそのままなんで何にもいじってないんですけどね、それでもすごい乗りやすいのはありがたいですね本当に。で今からよく行くね丘の上までちょっと行ってみようかなと思います。まあ、あと9分とかで着くんですけども、すごい眺めのいいとこでサクッと走るにはねちょうどいいコースです。まあ久々に運転してるんでね、本当調子に乗らないようにしないといけないなって思いますし、まあ日本とそんなに交通ルールは変わらないんで、まあストップのところは止まればいいとか、特にねあんまり違うところもないんで、まあ車線が逆っていうのが唯一大きな違いかなと思いますね。右車線なんで、まあでも慣れればそんなに難しくはないかなと思います。日差しがねやっぱちょっと強いですね。気温はそんなに寒くないんですけども、やっぱ日差しが強いんで日焼け止めはね必須かなと思います。少しずつねこう丘の上に上がってきて、景色ものんびりした景色にね変わってきたなって感じですね。まあアメリカでハーレー乗ってるっていうと結構驚く人も多いんですけども、まあレンタルバイクとかもありますし、比較的ね日本語通じるところでも予約できたりするんで、ぜひねアメリカロサンゼルスに限らずですけど来たパイはねバイク興味ある方はね乗ってみるといいかなと思います。自分も初めてアメリカでバイク乗ったのは去年の2022年の4月なんで、まあその時にヤマハの YZF-R6 というスポーツタイプのバイクを、レンタルして乗って、それが初めてで、でまあ半年後ぐらいにはもう自分のバイクをねこのバイクね、アメリカで買って所有してるわけなんですけども、まあ買うのも慣れてしまえばそんな難しくないですし、日本みたくね住民票持ってこいとかも特になく外国人でも買えるんで、比較的日本よりはね買いやすいかなと思います。この辺は高級住宅街なんでいい家が多いですし、まあこの辺も本当ね半年ぶりに来たなって感じで、まあそんな大きくは変わってないんですけども、非常にね景色もいい場所でいいなって思います。まあ、とりあえず、バイクが動いて、バイクが乗れるってことなんで本当に良かったなと思います。オイル漏れもね全然なくてだいぶね優秀なバイクかなと思います。まあ、最初ね本当ガソリンがキャブからジャブジャブ出てきた時はね、びっくりしましたけど、もう今はね平気なんで、とりあえずこのまま乗っていこうかなと思います。この動画はバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。
はい、そんな感じでとりあえずまず最初の目的地に着きました。まあここはね崖なんですけども、左側はこう岩があって、右側はねこう崖があるって感じです。はい、景色はだいぶいいです。まあ若干曇ってるんですけど、まあ、それでも全然いい景色かなと思います。はい、まあこの景色を見にちょっと走ってきたんですけども、やっぱ何度来てもねここはいいなと思います。まあまたねこのローライダーの動画はね出てくると思うので、ぜひねチェックしていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。